これこそ魔女の宅急便の景色ですね。ご飯いただきます。今日の俺の朝ごはんはこれ。準備中来たな。おやつ、上がチョコムースで下プリンだ。面白い。うん、うん、うん、いいやつでした。お世話になりました。チェックアウトが終わってタクシーを呼んでいます。今日も雨風乗りました。不満そう、チェックインできませんでしたのでカバンだけ置いて進みます。はい。突然雨が晴れましたがまだ不安定。日本食屋さんに来ました。百貨店に行きます。ポルトガル唯一の百貨店、スペインの会社だそうです。もう日本の百貨店と同じですね。食べ物の会、バレンタインの雰囲気。カニカマ1個1万円。こちらもバレンタインの雰囲気出ております。兄弟たちに贈るものを探してますが何も贈りません。気持ちだけ受け取ってください。タバコの販売機、液晶版。初めて見た。屋上テラスに来ました。晴れた。服が欲しい夫。ドエベが可愛い。次へ進みます。はい、地下鉄乗ります。乗ります。駅直結のツーリストインフォメーションです。お土産屋さんも可愛くて買いたい気持ち。すぐそこが海でした。風が強くて波高めです。多分リスボンの駅可愛い。すごいな、大荒れや。本日の風です。強風リスボア。お家がカラフルになってきました。かわいい。普通の街並みだけどなんかかわいい。俺あれ見たい、あれ乗りたい。電車ちょっと行ってらっしゃい。見つけたので入ってみようと思います。お腹すいた。風が強すぎて。本日の一番の目玉、教会。バスじゃん。大聖堂の歩きで行かないと。大混雑。また通り過ぎていきました。雑貨屋さんで雨よけ中。かわいい。ご飯食べることにしました。メニュー選びます。ステーキ、タラ、タコ、サーモン。おいしい。おいしい。後ろのレストランでしたがめちゃおいしかったです。お腹いっぱいです。ここでした。レストラン前の可愛いお土産屋さんに入ってみます。まずはハンドメイドのお店でした。このお店です。インスタグラムもやってるよ。タツノオトシゴちゃんいます。あ、カメレオンが可愛い。ドリさん。綺麗。頑張れレアルマドリード。なんだそれ。おそらく一番眺めのいいところに来ました。人いっぱい。これこそ魔女の宅急便の景色ですね。いい感じのお店発見。
からないけど感じ。缶詰を選んでいます。これを選びました。中身はこんな感じ。かわいい感じだね。うん、うん、飲みやすい。美味しいです。美味しい、ね、美味しい。非常に美味しくて満足しました。次行きましょう。柱の方まで来ました。中入ります。クジャクさん見つけました。何してるんでしょうか。並んで中に入ります。大人気。体が自分だからね。早速中に入りました。どのくらい広いのか分かりません。全体はこんな感じみたい。ちょっと逆光だけどさっきより景色はいいです。ここにもクジャクちゃんいました。こっちの子は綺麗。ほぼ台風みたい。柱の近くまで来ました。中入れるみたいなので行きます。いつまで上がれるみたい。上からの景色はこんな感じです。海、川、あっちの方が綺麗だね。ポルトガルの景色らしい景色ではないでしょうか。後ろから見える一番高いところに来ました。風が強い。城壁だけって感じで建物とかはないです。今日の風パート2、これで風の強さがわかるかな。魔女の宅急便の街なのでやっぱりジジがいました。黒猫山とこんな感じ。なんかの後、なんかの後、そろそろ帰ります。駅のトイレは1回1ユーロ。あー、波が大荒れだ。地下鉄乗ります。はい、終わり。ホテルのチェックイン中です。トイレとシャワーはしっかり仕切りがついてるタイプ。素晴らしい。おー、広くてシンプルですごくいい、すごくいい、すごくいい。コーヒーメーカー付きでした。あ、ネスプレッソだ。あ、OK。 あ、OK、good、 yeah、good。Oh, draft. Yeah, okay. So, can I get the one draft beer? ビールを注文しました。ああ、いいね。グラスも冷えて。これうまいわ。エビのリゾット。カルボナーラ。食後にワインです。ポルトガルの。いただきます。ちょっとモモカが飲めるようにロゼ割りにしたんですけど、まあ安くていいよね。飲みやすいし、うん、動画編集も終了。おやすみなさい。